関石スタジアムと、ちぎは、栃木県宇都宮市の栃木県総合運動公園内に2020年7月23日会場の陸上競技場。サッカーを中心とした球技場としても使用される。条例上の名称は、栃木県総合運動公園陸上競技場で、同名称の競技場としては3代目にあたる。完成当初より、ホームセンターの株式会社関西が、 命名権を取得し、関石スタジアムと地議の愛称を使用している。栃木県総合運動公園第3期も参照建設中の様子1952年に、開園した栃木県総合運動公園には1979年3月に、完成した第35回国民体育大会の主会場となった陸上競技場があるが、施設の老朽化が進むとともに、 耐震性にも問題があり、加えて2022年に栃木県で開催される第77回、国民体育大会の主会場、陸上競技会場とするためには、日本陸上競技連盟公認の第一種陸上競技場を確保する必要があり、そのために補助競技場として、日本陸連公認の第三種陸上競技場を別途確保する必要があった。一方、サッカー場については、 市東部の宇都宮清原工業団地内に J リーグ、栃木 SC の本拠地である、栃木県、グリーンスタジアムがあるが、屋根の不足など、J リーグライセンス基準を一部満たしていないことを踏まえ、J1 基準を満たし、かつ、施設基準の変更等に対応できる、施設の確保が求められていた。これらを踏まえ、県は2013年度に、総合スポーツゾーン整備として、 再整備の計画を策定し、宇都宮競馬場跡地を総合運動公園の敷地の一部とし、ここに収容人員2万5千人規模の J リーグライセンス基準を満たすサッカー場の機能を兼ねた日本陸連公認第一種陸上競技場を新たに整備し、既存の陸上競技場を第三種基準に改修することとしたものである。スタジアムは2017年5月29日に、 非公式を行い、2020年にかけて工事が行われた。2020年3月17日、2020年シーズンの栃木 SC のホームゲームのうち5試合を当スタジアムで開催することが発表され、5月6日、開催予定の J2 第14節、大宮 r d ャ戦がスタジアムとしてのコケラ落としとなる予定であった。しかし2020年4月8日、 新型コロナウイルスへの感染予防及び拡散防止のため4月25日以降の J リーグの開催延期が決定されたことに伴い当スタジアムでの開催予定は一旦取り消された7月23日当初予定より約2ヶ月遅れで完成記念式典が行われた八月より一般利用を開始競技会としての最初の利用は八月八日の 1> 第1回栃木陸上競技協会記録会、サッカーの利用は9月6日の第19回栃木県シニアサッカーリーグス6 0が最初であった。J リーグの試合日程は、再編成の結果、12月16日の J2 第41節、ジェフユナイテッド千葉戦と12月20日の J2 第42節ジュビロ岩田戦が、本競技場での開催予定と発表された。 外観 RC 作り4階建てのスタジアム区体がトラックフィールドを囲み、その上部を鉄骨加工の幕屋根が全体を覆う。照明は LED 照明が用いられるほか、北側スタンドに大型映像装置2面が設置される。日本陸上競技連盟第一種公認9レーンの全天候型舗装トラック。一周400メートル。インフィールドのサッカー場は、 天然芝一面、ピッチ105メートル68メートル。観客席は、固定席で25,244席。うち、車椅子席と同伴車席が、それぞれ128席ずつ。ペアシートや、ファミリーシートなどが296席含まれる。全周二層式で、上部スタンドの傾斜は35度。バリアフリーに配慮し、エレベーター2機が設置される。座席は、 栃木 SC のチームカラーである黄色を中心に上部に向かって灰色の座席が散りばめられており、さらにバックスタンド最上層には赤い座席で栃木名産のイチゴの模様とひらがなで栃木の文字が描かれている。建設にあたって区体のプレキャスト化を推進し、全体の78%をプレキャスト化。内装には木材や大屋石など栃木県産の資材を多用する。 栃木県が年額1000万円以上、契約期間3年以上10年以下の条件で施設、命名権を公募。3社から応募があり、選定の結果、宇都宮市西川田に本社を置き、ホームセンターを中心とした事業を展開している株式会社関席が会場時より3年間、年額1、800万円でネーミングライセンスを取得。相は、 完璧スタジアムと地議となった鉄道車、ありがとうございます。